はい、どうも、テラコヤサディ、テラコスタでございます。今回もですね、世界史、メソポタミアの統一、後編をやっていこうかなと思っております。で、まず、このね、最終的に統一した王朝は何なのっていうところ、バビロン第一王朝というのを覚えておいていただければなと思います。はい。今までの話、前半後半を含めて、最終的に、メソポタミア文明が、できたですね、メソポタミアを支配したのはどこっていうお話になるんですね。ちっちゃい国が出来上がって、アカド帝国が支配して、支配したけども、いろいろね、なところのね、民族によって攻め立てられますよと。で、最終的にがっちりですね、そこに国を置いたのはどこかっていうところです。それ、ここが一番大事なものなんで、それになる過程についてお話しますので、よろしくお願いいたします。時代の範囲を捉えようというところでございまして、アッカド帝国、シュメール人がウルク、ラガシュという都市国家を作ったんですけども、それで神権政治、いわゆるですね、神の教えによって、統治されている都市国家っていうのを作ったんですけども、そこに、軍事力を持ってですね、アッカド帝国が暴力を用いて、メソポタミアを支配しましたよっていうところまでの話を前半でしたと思うんですけども、やっぱりですね、軍事力、暴力で支配するとですね、それに反感を持つ人がいて、それによって国がぐちゃぐちゃになったところを、ザクロス山脈という山脈で隔てた他の世界の人間に支配されちゃいましたよというところ。これがグティ王朝というものになります。はい。で、グティ王朝がメソポタミアを支配したんですけども、やっぱり元々ね、そこに力を持っているシュメール人がですね、一念発起してですね、グティ人を排除しますよと。そこでできたのがウル第三王朝です。いわゆる、ウルク、ラガシュという都市国家のウルの近くにできた王朝なんで、ウル第三王朝というふうに言われていますよと。そこが、むしろシュメール人国家として支配しましたよと。で、このウル第三王朝によって、法典っていうルールで、統治しましょうよっていうものを作っていく段階になっていきます。で、作っていく段階だったんですけども、そうしてるうちにですね、上のですね、コーカサス山脈っていうね、山脈から新しい異世界人がやってきて、その異世界人に追い詰められた、もともとメソポタミアの北の人たちが、ウル第三王朝を攻め立てますよと。で、ザクロス山脈からは、また違う人が、現れて攻め立てますよっていう形でですね、戦乱の世で、安定しないところだったんですね。で、最終的にウル第三王朝は異世界人に支配されて、異世界人に支配されたところを最終的に統治したのがバビロン第一王朝ですよっていうような流れ。この流れをですね、約600年ですかね、かけて、行われましたよっていうところをですね、イメージしていただければなと思います。じゃあ、世界地図を見ながら地域を見ていきましょうと。メソポタミア文明っていうのはここら辺ですよと。もっと具体的に言うとですね、肥沃な三日月地帯があるところ、地域で言うと中東、西アジアのですね、地域ですよと。で、アラビア半島とかね、アナトリア半島とかね、ありますけども、そこら辺のお話ですよと。そこにはチグリス川、ユーフラテス川っていう川があって、最終的にペルシャ湾に流れ込んでますよというところですね。で、その地域で、アッカド帝国、シュメール人国家が作った国家を支配して、アッカド帝国っていうものがありましたよと。で、暴力、軍事力で支配してたんですけども、そこで国がごちゃごちゃしてるところに、ザクロス山脈からグティ人っていう王朝が現れて、滅亡に追い込まれますよと。で、グティ人によってグティ王朝が作られたんですけども、そこにですね、昔からいたシュメール人によって再支配されますよと。それがウル第三王朝ですよっ
ていうところですね。覚えておいてください。でこのウル第三王朝のですね、初代をウルナムという人を覚えておいていただければなと思います。この人はですね、まあ、ウルクラガシュのウルの王ですね、そのウル第三王朝の王がウルナムです。でこのウルナムさんはですね、初めての法典、いわゆるシュメール法典というのを作りますよと。ウルナム法典というものですね。これはですね、バビロン第一王朝になった時にハンムラビ法典を作る時に影響を与えた法典の一つでありますよというところもイメージしておいてください。そう、ハンムラビ法典より前の法典、世界最古の法典というふうに言われています。で基本的な概念としては、何か揉め事があったら金で解決しましょうね、損害賠償についての規定が書かれているのがこのウルナムの法典という形になります。もちろん人を殺したり人のものを盗んだり、まあ、強姦したりというものに関しては極刑の死刑について、処せられますよということにも、まあ、言及されているんですけども、基本的な揉め事に関しては損害賠償、お金で解決しましょうよっていうスタンスでしたよというところですね。まあ、そういった形でですね、法典ルールをどんどん作っていこうっていう時代だったんですけども、やっぱ荒れてるんですよね。上がロシアなんですけども、コーカサス山脈から、民族がどっと現れてですね、メソポタミアにいる元々のアムル人という人がいたんですけども、アムル人が、ね、追いやられて最終的に仕方なく、シメル人が作ったウル第三王朝に攻め込みますよというところですね。でザクロス山脈からは、まあ、グティ人のような形でですね、エラム人という人が現れてですね、その人もウル第三王朝をですね、攻め立てますよと。ルール作ってる場合じゃなくてですね、すごいね、動乱なんですね。まあ、戦国時代みたいな形になっていてですね、国を守りながら、まあ、ルール作りをしてたんですね。でもやっぱりですね、そういう風になってるとですね、敵国にやられちゃうんですよ。エラム人によってですね、支配されてしまいましたよと。でエラム人に支配されてたんですけども、同時期にですね、ウル第三王朝を攻めていたアムル人という人がですね、エラム人を駆逐しますよと。でバビロン第一王朝ができてですね、アムル人による支配がこのメソポタミアで、安定していきますよということになります。で安定していってですね、6代目の王、ハンムラビ王という人が、バビロン第一王朝、バビロン帝国というものを安定に持っていきましょうと。そう、ハンムラビ王ってバビロン第一王朝の初代王ではあるんですけども、そのバビロン第一王朝ってもっと前からあるんですよね。そこを最終的にメソポタミアをですね、支配する前に。だ厳密に言うと6代目の王なんですけども、まあ、その、バビロン帝国を作った時代は、初代の王というふうに認識していただければなと思います。その時にですね、作ったのがハンムラビ法典です。先ほど申し上げました。ウルナンム法典、いわゆるシュメール法典を元にして作られたもの。で、この場合は、復讐法というものと身分法というもの、丸1と丸2ですね、によって作られましたよと。で、基本的な考え方としては、道外復讐法というものです。まあ、聞いたことがあるフレーズ、目には目を、歯には歯を。目を殴られたんだったら目を殴れ、歯を折られたんだったら歯をへし折れというものですね。そう、やられたらやり返せというものです。ただ、気をつけてほしいのが、まあ、正当防衛的な考え方なんですけども、被害っていうものは、被害を受けた以上に被害を出してはいけませんよと。同じ被害のパーセンテージで出しなさいよっていう考え方。これが復讐、ハンムラビ法典の復讐法、道外復讐法というものになりますよと。あとは、まあ、帝国っていう形なので、身分をですね、どんどん作っていって、言ってるんで、身分によっては罪が軽くなりますよ、身分によっては罪が重くなりますよっていうような形で、書かれたものが身分法というものになります。はい。
まあ、こういった形でお金じゃないよと。ね。お互いの利益だよと。で、国なんだから身分によって罪が違うのは、あれだよねっていうふうにですね、行政的な立場も盛り込んだ。これがハンムラビ法典というようなイメージに持っていただければなと思います。で、この左側の写真、なんですけども、どっちがハンムラビ王だと思いますか？右側の、なんか、ね、ソフトクリーム巻いてるよう、頭にソフトクリームなのか何なのかわかんないですけど、巻いてるものがハンムラビ王じゃなくて、この左側の方がですね、ハンムラビ王です。ちなみに右側はもっと偉いですね、神です。はい。右側がハンムラビ王じゃなくて、右側は神です。ハンムラビ王は左側ですということをですね、別に覚えなくてもいいですけども、イメージしておいていただければと思います。はい。で、まあ、その最終的にですね、バビロン第一王朝アムル人の国家はヒッタイトによって滅亡されますよと。ただ、このヒッタイトをですね、メソポタミアにもともといなかった人たちがどんどん現れてきてですね、もっとでかい地域、メソポタミアじゃなくてエジプトも含めて中東を含めて支配していこうぜっていう流れ、まあ、オリエントの統一っていうですね、さらにですね、でっかい地域の支配のお話になりますので、それはまずエジプトについてお話してから、またオリエントの統一についてお話していこうかなと思っております。ということで、次回はですね、エジプト文明についてお話していこうと思います。この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。